十一式百五ミリメートル総輪突撃車は中国人民解放軍の陸軍軽機海火付評部隊の手法として百五ミリメートルライフル砲を搭載した中国製の装甲戦闘車である。中国人民解放軍陸軍の機動部隊の主な火力支援装備である。十一式百五ミリメートル総輪突撃車は二0十五年の抗日戦争勝利七十周年記念軍事パレードで 初公開された。21世紀に入ってから後、装輪装甲車が陸軍の情報化と軽機械化の転換へのトレンドとなった。世界的な工業化の傾向に対応し、将来の戦場は道路上が多くなり、低強度紛争と大テロ対策の想定が一般的になっている。例えば、アメリカ陸軍のストライカー旅団構想は、 陸軍の総輪車ファミリーを大規模に統合したもので、即応性の高い軽部隊を構築するもので、短時間で戦闘に投入できる。中国人民解放軍は、08式不評戦闘車をベースにした高機動総輪式戦闘車コンセプトを開発した。道路での迅速な機動性と空輸による陸軍の即応部隊の構築のために使用され、 重装甲部隊と比較しても、比較的安価である。中型合成装甲旅団の強力な火力として、機能し、不評への直接的な火器による制圧を行う。装甲突撃任務から、車輪付き戦車とも呼ばれているが、軽戦車として使用すると、対戦車兵器との遭遇時に損失を被る。ZTL-11 装輪突撃車の開発時、軍は戦闘室を中央に、 動力を後方に配置し、8輪突撃砲のレイアウトを確立した。この理由は、車体が長いこと、砲塔が後退していることから、放出される高圧ガスが、発射時に車両前方に深刻な衝撃を与えるためである。戦闘室を中央に配置することは射撃の安定性を上げる。ZTL-11 送輪突撃車の 105mm ライフル砲は、 マズルブレーキを搭載し、微力安定化砲弾は、走行間鉄力六百ミリメートルの鉄鋼弾を使用しており、劣化ウラン装甲を持たない、輸出版 m 一 a に主力戦車を貫通するのに十分な威力を持っている。三三百十キロワットのターボチャージャー付き V 型六気筒ディーゼルエンジンを搭載し、従来の六輪車輪に変えて八輪車輪を駆動し、オートマチックトランスミッションが、 油圧アシストステアリングホイールで制御され、高速道路では時速 100km に迫る速度を実現した。車体後部には水に浮く能力を持ち、プロペーラを装着している。11式双輪突撃車は前線での戦闘装備であり、戦闘重量の厳しい制限の下で可能な限り走行を強化した。車体と砲塔には前面と側面に、 追加の装甲版を装備して防御力を高めている。2017年にはすでに海軍陸戦隊に配備されていた ZTL-11 が撮影された。英語式水陸両用戦車を装備した既存の海兵旅団では ZTL-11 を装備した海兵隊はビーチへの上陸ミッションを行うだけでなく長距離迅速軌道展開部隊となる可能性がある。ありがとうございます。